はいどうも、古川です。今回はですね、ゴトパズのお花見散歩ガチャ、追いガチャしていきたいと思います。はい、でまぁ、ちょっとね、動画外で40連ほど引いちゃったんですけど、まぁ、何も出ずと、はい、何も出ませんでした。なので、相変わらず2のだけですね。今日は天気いいね。今日はとっても楽しいです。期間限定お花見スイーツ。匂いが、匂いがマジで欲しい。はい、であと70連かな。で確定ガチャまで引けるので、そこまで引きたいと思います。はい、全部揃ったらやめますけど、まあ絶対それはないと思うんで。10連目、欲しい。マジでイベント考えると本当にね、欲しいですよね。今回チームのイベントだったじゃないですか。ただ5人1チームか。でほとんどね、まあ、僕ともう一人の人しかやってなくて、まあチームのポイントはもうひどいもんですよ、今回は。はい、なので、まあ、次チームのイベント来るときはどうだろうな、タイミング的に合えばなんか募集か生放送かやりたいなとは思っています。はい、やっぱね、見てくれてる方がと一緒にやるのが一番いいかなと思うので、はい、というか全然出ないですけど、これあっという間に20年終わりますね。はい、これ何連目だ、20連目ですね。これじゃあ30連目、まあ、70連と確定ガチャなので、あとだから50連ですね。50連プラス1。ダウン、お願い、これさ、確定もさ2ので来ちゃう可能性があるから、それが一番怖いんですよ。なので確定来る前に、はい、とりあえずチケット終わり。頼むって、あと40来い。じゃ勝手、まずカットイン入ろう。カットイン入ってからカットインがまず入らないと意味がない。ガチャ引いてる意味がないよ。やばくない？え、マジでやばくない？今回もか。全然出ねえな。こんな出ないもんなっていうぐらい出ないですね。やっぱ。今回のな、衣装結構みんな可愛いんだよな、普通に。好きな衣装なんで。春服めっちゃいいんだよな。おい、来て、頼む、お願いします。え、やばくない？これやばい感じしかしないけど、あと20です。あー、マジ？待って、そもそもさ、星5自体1枚も出てないんですけど、マジで
これ60連目でしょ。まあまあ出ないんですけどね、このガチャ本当に。ラスト10連。いやマジさ、確定ガチャだけはちょっとやめてほしいな。10連目にニノがポッと出て、その後なんだろうな、なんかの後ろが出て、今回の対象じゃない普通の後ろ、それ以降何も出ないっすね。星5自体がね、カットインでない。お兄さんいける口ですな。種類目か、2枚みたいか、ニノとイチカです、これで。はい、いやー、かわいい、かわいいですね、めちゃめちゃかわいいですね。はい、それでは交換していきたいと思います。特大セール開催中でーす。はい、怖いな、急激に怖いな。最高じゃない、チケットか、イチカとニノはちょっとアジオンチのくせに生意気よ。今日は天気いいね。今日はとっても楽しいです。期間限定お花見スイーツ、いい、この3種類なら何でもいいです、はい、誰でもお願いします、お願いします。種類目、はい、かわいいですね、やっぱかわいい、つつごちゃんかわいい、はい、ということで、200連引いて、普通のガチャの時はニノとイチカで、確定ガチャで四つ葉とグルになりました。はい、まあまあ、うん、3枚引ければかなり上出来なんじゃないかなと思いますので、はい、ラストスパートかけていきたいと思います。はい、それでは最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。